エルジュビエタオキエトクブナは、ハンガリー王カーロイン一世の三番目の日。ポーランド王ブワディスワフ一世をオキエテクの次女で、母は、ビエルコポルスカコーボレスワフの娘ヤドビガ。ハンガリー五名はエルジェーベト。エルジュビエタは、ポーランドの王家であるピャスト家の一族として生まれた。父ブワディスワフ一世は分裂したポーランドを再統一し、1320年1月20日に、 ポーランド王として退感した。同年7月6日、エルジュビエタは、ハンガリー王カーロイ一世と結婚した。カーロイ一世にとっては3番目の妻だった。1342年に、カーロイ一世が死去すると、エルジュビエタとの間の息子ライオシュ一世が多いを、継承した。一方、秩父アディスワフ一世が1333年に、死去した後、エルジュビエタの弟カジミエシュ三世が、 ポーランド王位を継承していたが、カジミエシュ3世が1370年に死去したとき、残されたのは、娘が2人と外孫が1人だけで、息子はなかった。他に、ピアストケシリューの諸公がシレジアとマゾフシェにいたが、エルジュビエタの権限により、ラヨシュ1世がポーランド王位も継承した。エルジュビエタはその島で、ポーランドにおける実質的な統治権を維持したと、言われる。 ラヨシュ一世の即位により、ポーランドのピャスト・アサは終焉し、アンジュウ家による統治が始まったが、ラヨシュ一世の娘ヤドビガの死によってその血統は断絶する。エルジュビエタとカワロイ一世には5人の男子がいた。ハンガリー王妃時代に、後に、ハンガリー水、または、ハンガリー王妃の水として知られる薬を献上され、愛用したという話が知られる。 ハンガリー水はローズマリーを主成と共に上流した薬用酒であるが、これはアルコールベースの香水の原型の一つと考えられている。エルジュビエータはこの薬の効果で病が癒えて若返りポーランド王に求婚されたといい、これがハンガリー水の起源であると後世に懸念された。しかし、当時のポーランド王は彼女の息子であるなど、史実との整合性はなく、 ドイツ技術学の創始者、ヨハン・ベックマンは、話の内容から見て、後世に商品の博付けのために作られたフィクションである、可能性が高いと指摘している。ハンガリー水の起源にエルジュビエタが何らかの形で関係しているかは不明で、あるが、上流技術の歴史などを鑑みると、その可能性はかなり低い。A.B. ヨハン・ベックマン著。 西洋事物起源特許庁内技術史研究会役岩波書店1999年ありがとうございます。